今度こそうまく撮れたかな。お、いい感じに盛れてるじゃん。早速インスタにあげよっと。すげえ、大変だ。僕のお父さんが誘拐されたらしい。知ってるわよ。え、知ってるの？うん、でもヤスルなら自力でなんとかするかなって思って、別に何もしないんだ。なんでそんな悲しいこと言うの？誘拐犯はダース・ベイダーだよ。早く助けないと、僕のお父さんが何をされるかわからない。キッドが心配なんだったら私協力するけど。心配に決まってるじゃん、僕のお父さんだよ。なんかスカイ、今日は冷たくない？ごめんキッド、実は私ヤスルと喧嘩中なんだ。でもこんな状況で意地張ってる場合じゃないよね。私も協力するわ。ありがとう。ということで、今回もフォートナイトやっていきたいと思うんですけども、きっとお父さんが誘拐されたってマジ？牛乳飲み忘れたもたっち。牛乳？うん、アイスミルク僕撮影前に今日飲もうと思ってたんだけど、それ飲み忘れた。そんなことはいいやん、きっと。もう始まっとるよ、動画。そうだった。僕のお父さんがダース・ベイダーに誘拐されたっていう設定だよね。そう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 。それで今からダース・ベイダーを倒して僕のお父さんを助けるっていう設定だったよね。そうそう。それでハッピーエンドっていう感じで終わるんだよね。そうやけど、きっとネタバレしたらダメやん、ちゃんとエンジンと。そうや、きっと私ずっとスタンバイしてたのに。うん、ごめん、もう一回撮り直すぜ。それはできないわ。この後私デートする予定入ってるから。デート？誰とデートするの？きっと今日はそういう動画じゃないでしょ。そうだった。おーい、僕の出番はいつなんだ？ずっとストームトルーパーに監視されながら牢屋に入ってるんだけど。ごめんヤスル、ちょっと予定通りに動画が進んでなくて。そういうことか。やっぱりもう一回撮影し直す？もう一回ぐらいだったらギリデートに間に合うかも。そうやな、そうしよっか。ダース・ベイダーも良ければ。ダメだ、ミスしやがって。ああ、ごめんダース・ベイダー。それに私にとってはどちらでもいい。ヤスルはもう誘拐できたからな。もう誘拐できたからってどういうこと？この私が全員で撮影に協力すると思ってるのか？全ては私の計画通りだったということだ。つまり最初からヤスルを誘拐することが目的で撮影に協力してたってこと？そういうことだ。ひどいダースベイダー、僕のお父さんを返せ。それはできない。ヤスルは我々にとって重要な情報を持ってるんだ。その情報を聞き出すまでは返せない。危ねえ。さあ、あとは邪魔者を始末するだけだ。ダースベイダー、僕の息子に手を出すんじゃない。だったら彼女の居場所を教えろ。彼女って一体何の話だ？とぼけても無駄だ。リンクスの居場所を知ってるだろう。リンクスって僕のお母さんのことじゃ。そうだ、彼女が我々帝国軍に対してスパイ活動を行ってるんだ。必ず見つけ出して後悔させてやる。そんなことさせるか。うわ、ナイスだキッド。今からお父さん助けに行くから、そのまま待ってて。わかった。前回の動画のコメント返信タイム。いつも動画トークお疲れ様です。親子一緒に見ています。これからも動画トークを頑張ってください。親子で見てくれてるんですか？それは嬉しいですね。頑張ります。武藤さん、熱中症に気をつけてください。武藤さん、なんて？熱中症。ちょっと早すぎてよくわからんわ。もっとゆっくり言って。きっと熱中症。熱中症って嫌です。違う。